お腹痩せしたくて、腹筋やプランク、デッドバグ、そういったエクササイズを行ってもなぜか腰が痛くなる。お腹や腹横筋に効く前に腰が痛くてエクササイズが全く行えない。そういった方には今回の3分間一緒に寝たままでできるストレッチを一緒にやってもらえたらと思います。今回の動画を最後まで見てもらうことで、エクササイズの際に腰が痛くなる原因というのが解消されて、腹筋で腰が痛くならないようになって、お腹痩せすることができてきます。最後まで一緒にやっていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの3分間寝たままでできる簡単ストレッチを一緒にやってもらえたらと思います。これは男性女性、お腹が気になる方は必ずやってください。お腹が出てしまう原因の一つとして姿勢があります。猫背や反り腰、やはりお腹に脂肪が集まってしまう。ですが、姿勢が正しくできて効果的な腹筋ができた場合、お腹が伸ばされて、お腹をへこます力がついて、お腹のへこんだ姿勢をキープすることが可能になります。腹筋などの際に腰が痛くなる原因としては、腰とお尻の筋肉が硬い、そういった原因があります。そこを今回寝たまま簡単に伸ばすだけで、日に日に姿勢が改善されて、エクササイズをした際に腰が痛くならずにお腹に効かすことができてきます。腰とお尻の筋肉が硬くなってしまうと、腰を丸めてもお尻が痛い、腰を反っても腰が痛い、そういった感じで筋肉が動くだけで腰が痛い、お尻が痛いっていう風になってしまいます。簡単に言うと肩こりのようなものです。肩を動かさないことによって肩が凝ってしまう、肩が凝ってしまうと動かすと痛い、そういった現象が腰に起きてしまって、腹筋やデッドバグ、そういった際に腰が痛くなるっていう風になってしまうので、そこをしっかりね、毎日ちょっとずつ伸ばすことで改善されてきますので、一緒に3分間スマホをそばに置いて、布団またはベッド、床の上で一緒に真似してください。ではやっていきます。まずは上向いて寝て、足を上げます。これで手で膝を開きます。これで手で右左、右左、右左と手で押してください。腰はしっかり床につけて、体を左右に振ります。これをまず45秒やっていきましょう。いきましょう。スタート。頭は床についてください。腰をしっかり丸めて、体を左右に振るだけです。いきなりね、腰とかお尻を伸ばしちゃうと痛くなるので、まずはね、軽い分からやってます。あと少しです。こんなね、簡単なことですが、毎日やるとね、効果現れますからね。はい、OK です。今度はこういう感じで赤ちゃんのお尻を変えるポーズです。寝たままで手で右左引っ張ります。足を腰をしっかりつけて、こういう感じです。これで腰がしっかりね、伸びます。痛い方はゆっくり伸ばしてください。無理しないのが一番です。腰の筋肉を伸ばされると反り腰が改善されて、下腹ぽっこりがね、収まります。右左に引っ張ります。痛いと力が入ってしまうのでリラックスしてください。はい、 OK です。最後はね、あぐらを組んで股の間に手を入れて、すねを持ちます。これで軽くね、こういう風に
引き寄せます。これでお尻と腰がしっかり伸びます。痛い場合軽く引っ張ってください。反対です。お尻とね、腰が伸ばされる感じがあればしっかりストレッチできてます。OK です。とっても簡単なストレッチです。寝たままできます。タイミングとしてはお風呂上がりも大切なんですけども、意外と朝が結構大切なんです。体が硬い時っていうのはやはり力が入ってしまう。ですがその時に伸ばすことによってしっかりね、伸ばされる筋肉ができてきます。基本的には体が温まっている時に筋肉っていうのが伸びるんですけども、また冷えると縮むので、冷えてる時にも伸ばすってことはとても大切です。で、今回腰とお尻の筋肉がストレッチされたんですけども、しっかりね、お腹のエクササイズをする前にこういったストレッチを行うことで、エクササイズ中にですね、腰の筋肉がうまく動いてくれますから、腹筋で腰が痛い、プランクで腰が痛い、デッドバグした時に腰が床につかずに腰が反れたままやってしまう、で腰が痛くなる、そういった原因が改善されます。腰のストレッチをすることで腰をしっかり床につけることができる、腰が丸くできる、そうなるとお腹を締めとくことが簡単になってきますので、しっかりね、腹筋弱い人は今回のストレッチしっかりして、腹筋やプランク、デッドバグ、そういったものをやってもらえたらと思います。今回簡単な3種目でしたけども、ちゃんとやったよって方はね、コメントぜひ残してください。そういったね、エクササイズを行ってコメントを残す、記録にするってことが習慣にできてくると、行う記録っていう感じでね、頑張った自分のご褒美ではないですけども、コメントを残すということでちゃんとやったということが自分の記録として記憶に残りやすいので、ぜひコメント欄自由に使って継続してやってみてもらえたらと思います。今回の分はエクササイズの際に腰が痛いという方、反り腰の方、姿勢が悪い方におすすめなストレッチの3種目でした。順番が間違うと良くないです。腰とお尻がまず伸びにくい分からやっていってますから、徐々にね、筋肉が温まって最後の3種目目でしっかり伸ばすっていう風にしてください。やってみた方、頑張った方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。そして各種 SNS も行っております。説明欄にリンクがありますので、よかったらリンクのフォローもよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。